河内村は石川県の南に位置し、自然豊かな山々に囲まれた石川郡に属する村であった。金沢市への通勤率は18.9%。2005年2月1日に野々市町を除く石川郡を構成する町村及び松藤市と合併し、白山市になった。っ川とみ川の合流点にあり、白山独号村の中で最も、 金沢市に近い。集落はそれぞれの川岸に点在している。縄文時代の縦穴住居跡が出土しており、原始時代より人間がこの地に居住していたことが分かっている。1221年の上級の乱以降、地頭として結城市が福岡に乗り込み、山奥120河村を支配した後に結城市は派遣争いに敗れ東国に去った。 途中越中で滞在した集落が福岡に似ていたため、その地に福岡と名を付けた。これが現在の富山県福岡町である、延元年間、口寺下界に加賀安国寺が建てられる。1620年頃、奥池に民山が開かれた功績を精錬するためとして木炭が盛んに作られ、うちを奥池の原生林が一時焼き尽くされるほどであったと言われる。 現在は、吉岡、豪大津、霧の里、福岡、富士ヶ、丘、口のみ、中寺下海奥池、久保、吹上、板尾、金関、下折、内尾の14区で構成されている。分村の経緯は、市宮村三省のこと住民は、大体地、剣、野の市、金沢などへ移住した一時、産業6 0二時、産業3 5 0三時、 産業58.7%農業、編集比較的平坦で水の豊富な吉岡、豪大津、福岡で古くから稲作が行われている。福岡は近年、石川県の種もみ採取地となっている。口自家会、内尾の自家会や地区は、古くは焼き畑による手作り農業やタバコの栽培が行われていた。工業、編集自家会や地区では採石業が盛んである。 福岡に村内唯一の宝石工場がある。伝統工芸として、またたびの鶴を細く裂いて編む、小面細工がある。後継者育成のため、村の民芸品振興会が中心となり、講習会が行われている。地場産業センターに併設された山菜加工センターで、半肩豆腐、平家蕎麦、くるみ味噌などの生産販売を行っている。警察、 編集石川県警察剣警察署が管轄する。消防、編集マット石川広域事務組合消防本部が管轄する。なお、村内に消防署はない。上水道、編集全域を河内村が供給する。下水道、編集河内村単独の公共下水道が接続される。ゴミ処理、 編集マット藤石川広域事務組合が、マ末藤市のマット藤石川環境クリーンセンターで処理する。電話、編集金沢市の NTT 西日本金沢支店が管轄する。市外局番は、村内全域が0761である。郵便、編集なお、村内に周配を行うつぼねはない。税務、編集マ末藤市の金沢国税局マ末藤税務所が、管轄する。 その他、編集小中併設校である、中学校、編集小学校、編集図書館、編集ホール、その他の文化施設、編集体育施設、編集、村内を鉄道路線は通っていない。最寄り駅は、北陸鉄道石川線下が市宮駅。コミュニティバス、編集スキー場、編集温泉、編集。ありがとうございます。